about saving this beautiful forest in Yokohama and use this forest as an art space. So I want to relate my my artwork to nature as close as possible. So I look at nature as close as possible and I took picture of it, and then I make it bigger to put your attention on nature again and look at nature differently. Because we need to protect nature, we need to take care of nature, we need to save this forest. 森に一人の女の人が来て、そして見えない精霊たちに会うというようなお話を作ったので、その中で音楽が神秘的なものになればいいかなと、そういう雰囲気作りを考えながら作りました。これ叩いたり削ったりといういろんなバリエーションの楽器を作っていただいて、特に東南アジアとかの場合竹の楽器ってすごく多くて、そういうものを民族音楽でよく使っているので、今回管理人さんが作ってくださって、すごく鳥の声だったり虫の声だったり森が鳴っているように聞こえたり、そういういい雰囲気ができたんじゃないかなと思っています。それでは森のサーカス始まり始まり、
しつけるわけでもなく、やっぱり見てる人がね、その人なりの感じ方をして見てもらえればいい、ね、僕らも割とあんまりこう喋りすぎず感覚でこう共有していくというか、そういう感じで作っていきました。